ちょっと見てもらうとこう鋲が打ってあるんですね。はい。で、まあ、これ木でできてるんですけども、はい、この鋲で打ってある太鼓のことを宮太鼓、宮太鼓、宮太鼓、鋲なの宮太鼓。宮ってな、はい、どういう意味ですか。宮ってあのお宮さんの宮ですね、漢字の宮。はいはいはい、宮太鼓の宮太鼓っていう太鼓での名前です。はい、はい、であの後ろに大きい太鼓ありますよね、はい、あれも鋲で打ってるので宮太鼓 OK です。はい、本当ですか。宮太鼓なんですけど、宮太鼓でもああいう大きい太鼓のことを、大太鼓と言います。あ、よかった、はい、せっかく大きいのに大きい名前がついてなかったらちょっとかわいそうやなと思ったんですけど、ね、はい、すごく大きい太鼓なんですね。大きい、はい、でこれ何の川だと思います。牛の皮当たりです。本当ですか。当たりです。すごい。これ牛の皮なんですけど、あの水牛、水牛ベルトとか、はい、あの靴とかになる皮ですね、はいはいはい、これ一匹の皮なんですよ。あ、一匹分使ってるんですか。一匹分使ってるんです。すごい、はい、でこっちにあるこれを締め太鼓と言います。締め太鼓、締め太鼓、はい。今、こうボルトで、こう締めてますけども、本来、はい、昔はですねこれを紐で締めてたんです。今はこう皮が厚くなってですね、はい、こうなかなか紐で引っ張る、技術がなかなか難しいんですね。あのアマチュアの人たちはそういう引っ張る技術を知らないんですね、はい、だから、こういうふうにボルトで使われてる人が多いです。音はそんなにどっちでもいいんですけど、ただどうしてもこう鉄で止めてるので、はい、ちょっと金属的な音します、はいはい、ただその紐だともうちょいまろやかな音になるんですけども、はい、あとはもう好みの問題です。お、初登場の2人がいるんですけど、はい、初登場ですね、はい、あら、なぜかこう太鼓を担いでます。はい、はい、ですね、この2人は、はい、ここスワンド、教室ありますよね、はいはい、そこの僕の生徒さん2人です。お、今現在、現在リアルタイムで、リアルタイムで、じゃあもうバリバリな2人が、バリバリですね、ありがとうございますけど、はい、はい、じゃあちょっと、はい、ぶら下げてますけども、今回ぶら下げてますけど一人ずつ、はい、紹介してもらっていいですか。はい、はい、内田裕樹です。はい、よろしく、はい、岩井直也です。はい、よろしくお願いします。はい、はいはいはい、誰がぶら下げてる、はい、ぶら下げてるこの太鼓、はい、この太鼓をもともと青森の太鼓なんですよ。はい、はい、で青森の太鼓で、まあ、こうやって担いでる、奏法なんですけども、うん、こう登山林、下山林っていうお囃子があるんですよ、青森に、青森に、はい、でこの太鼓を担ぎながら、うん、お囃子でこう太鼓を立てながら山を登って、うん、で山を下る、はい、なんでこういう形になりました。実際こう太鼓を横にして、はい、太鼓を叩くんですけども、うん、チャンゴっていう韓国に、はいはいはい、打楽器があるんですよ、はい、聞いたことあります。なんとなく、なんとなく、はい、その、奏法を取り入れて今和太鼓チームは叩くんですよ。あ、パフォーマンスの一部として、でまたあと音も、両面使うことで、はい、一面じゃなくて二面の音が鳴るので、あ、両方鳴るんですか。両方鳴るんです。はい、ではですね、実際、はい、その音がどう違うのか、ちょっと、はい、そうですね、叩いてみたいと思うんですけども、はい、はっまあいいか、はい、あー、OK です。はい、これが今の音が、宮太鼓、はい、叩いてみました。大太鼓ドンとちょっと叩いてみてください。好きなだけ叩いてください。はい、じゃあ大太鼓です。はい、はい、いきます。はい、もっともっともっと、はい、OK です。じゃあこれもちょっと叩いてもらっていいですか。はい、いいですか。はい、はい、じゃあ叩きます。はい、OK、 OK、はい、なんかすごい甲高い音しますよね。そうですよね、はい、地打ちでこういう高い甲高い太鼓を使ってみんなにリズムを提供していく。なるほど。だからすごく大事な楽器なんです。おー、はい、この、桶太鼓で、ちょっと演奏していただきたいと思うんですけども、はい、お願いします。できるかな。できる、はい、はい、1、はい、できない、はい、
じゃあ今日はですね、みんな、楽器の紹介でしたけど、はい、今日はですね、これでおしまいにします。じゃあまた来週お楽しみに。はい、はい、ありがとうございました。埼玉スーパーアリーナに太鼓スタジオオープン。太鼓に触れて心も体もリフレッシュ。子供から大人まで楽しめる無料体験レッスン実施中。和太鼓スタジオスワンド。でした。今日はなんかいろんな太鼓を見せていただきまして、はいはいね、音も聞いて、はい、実際こういろいろ太鼓並べてみて、はい、いろいろあるじゃないですか。あんなに一気に太鼓の種類見たことなかったんで、はい、なんかとってもなんか新鮮でした、はい、いよいよ来週は曲を全員で演奏できるかなと思っております。大丈夫かな。頑張ります。頑張りましょう。はい、はい、でははい、ありがとうございました、はい、来週はついにです。皆さんお楽しみに。お楽しみに。この番組は諏訪工芸の提供でお送りしました。